おお、カウントダウン始まった。いや、来た。なんだなんだなんだ。何？上から下が始まった。落ちた。なんだなんだなんだ。おい、これ落ちた。おいおいおい。何これ。ラストパーソン2フォールウィンズ走れ、最後に残ったやつが勝ちだみたいなこと。おお、ここを走り回るのかな。下でしょうな。うん、一回やってみよっか。うん、はい、7人で。うん、おえ本人数で押せばいいのか。みんな押すんですかね。押して、押すよ。押した。おお、カウントダウン始まった。いや、来た。なんだなんだなんだ。何？上から下が始まった。わあ、落ちた。なんだなんだなんだ。おい、これ落ちた。おいおいおい。何これ何これ何これ。足元が抜けるんだ。そういうことか。歩いたところ抜けちゃうんだ。誰がもうあれ？最後リタイヤ。チャミンがリタイヤした。だから。あ、クミさんリタイヤした。あ、アイクさんリタイヤ。最後にジャンプ落ちたものが勝つって意味なんだ。そういうことね。さっきの意味が分かった。やばい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 。ちょっと待って、最後に落ちたものが勝ち。やばい、最後に落ちたものが、最後に残った人が勝ちでしょ。やばい、相手の落ちちゃった。落ちちゃった。最後に落ちた人が勝ちなの。違うよね。どっち。あ、じゃあ最後に残った人、残ればいいんだよね、要は。うん、やべ、あ、やべ、落ちた。あ、また落ちた。第2階層、あ、第3階層まで行っちゃった。わわわわわ。え、第3階層とかあるの。うん、そこ落ちてもまだあるよ。まだ下がいっぱいある。え、俺以外ね。お翔さん、しぶといね。しぶといって。止まっちゃいけないんだ、これ。もうね、うん。おいおいおい。おー、危ねえ。やばい、これ、だんだん足場なくなるんだけど。あ、落ちた。あ、落ちた。翔さん、落ちた。目の前で落ちた。落ちた。あ、落ちた。あ、チャミン、チャミン、それ俺の足場。チャミン。チャミンに足を上げされた。僕は人の足場も。やばいやばい。まだ下あるかな。あ、落ちた。もうない。これもうないよ。チャミン、ソーラさん、クミさん、これラストだよ。あ、落ちて。これも下の層ないよ。アイクさん、これも最後ないよ。はい。これ人の後を追いかけてったらだいぶ不利になるね。ですね。うん。あー、落ちちゃった。これ無理。これ。イコール。あ、危ない。危ない。危ない。クミさん、クミさん、俺の足を上げられない。ちょっと、ちょっと、一番最初に落ちちゃった。チャミさんは2番。危ない危ない。ちょっと怖い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 。危ない危ない。見える見える。これやばい、これやばい、これやばい。落ちるとここに上がってくるのが面白い。落ちた、落ちたよ。今翔さんが圧倒的に1位だな。めっちゃ頑張ってるけども。待って、これもう下の層まで行くと誰が残ってるのか。多分バステンさんと、バステンさんが一つ下にいる。あ、本当だ。いいね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 。難しいんだけど、これなんか邪魔したいな。翔さん、朝ごはんは何食べました。朝ごはん、え、朝ごはん、あ、ダメだ。あー、連続勝負しちゃった。翔さん、勝っちゃった。翔さんが、翔さんの勝ちです。朝ごはん聞いてたのにな。翔さんが今、右にみんなの画面に翔さんスコア1って入ってる。お、やった。うん、入ってます。じゃあ、まあ遠慮なくリセットして。なんでほら、リセット機能があるから、ここに。あるでしょ。貴重な1。だったら押すもん。いくよ、皆さん押しますよ。はい。はい。はい。俺の勝ち。チャミン、大喜び。始まったよ。始まったよ。グー。翔さん、前来ないで。俺、大里回ってくから。いや、ちょっと待って、翔さん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 、交差した、交差した。あ、早くさん、10、あ、そろそろ、早落ちんの。あ、落ちた。よしよし。落ちちゃった。あ、ほは、落ちた。あやくさんは意外にこういうゲームが苦手なんだな。ですね。いつもはあやくさん、よし。あぶね。まだ第一回戦だよ。これ、一回崩れるとね、どんどん下へ行っちゃうんだよね。そうですね。砂が入るのが大事。砂がないとダメだ。やばい。やばい、やばい、ちょっとそう、やばい、やばい、落ち着いて、冷静に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 、よしよしよし、冷静に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 、あ、やばいかも、あ、やばいやばい、あ
マイクさんが目の前横切った。そう横切られちゃった。アイクさん横切るんだよね。本当にこれきついな。よし、アイクさんの足場壊してやる。あもうほれほれ、アイクさん、アイクさんほれ。いなくなった。先に下に行ってみんなの邪魔してよ。2段落ちちゃいましたよ。2段落ちた。それはアイクさん悪いことした。まだショウさんもしかして一番上。あー、一気に押すわ。よしよしよし、俺ら一番上に乗るな。よし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 。あーこれ無理。あべ、あーこれ無理。一気に落ちたし。やっちまった。砂と砂利で時間って変わる。ワイクさん、おやくさん変わんなそう。クミさん無理、クミさん無理。これ必勝法わかった。何、あのなんかぶつかりそうになったら先にちょっとアイクさん、あの翻して相手の足場を先に崩しちゃうと勝てるわ。よし、チャミを追い込もう。あ、また一番先に全然負けちゃった。普段これ負けないよ。あ、そうダメだ。あ、落ちちゃった。いやー、クミさん、アイクさん、ミナ、ミナさんだ、落ちた。無理やって、無理やって、無理やって。無理じゃん、これ。これ無理じゃん。あらかじめここに落ちよう。後ろ。よし。アイクさんに邪魔されました。アイクさん、アイクさん、よし、足場壊してあげるから。やばい、俺も足場なくなった。やってる。アイクさん勝ったの。アイクさん勝ち。僕の勝ちやん。なんだよ。おかしいな、アイクさんの足場先に崩してたと思ったんだけど。くそ。面白いね、これね。面白い。なるほどね。なんか爆発に追い込まれるのかなと思ったけど、そうじゃないんだね。足場が爆弾関係なかったですね。爆弾関係なかったですね。うん、そういうマインクラフト の, その砂が重力に逆らわないのをうまく利用した感じなんだ。へえ。面白かったな。もう一回やります。はい、はい、はい、もう一回やろう。ラスト。はい。やっぱミニゲームは取れ高が高い。ゴー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 。俺分かった、俺分かった。ここら辺こうやって歩くわ。あー、ちょっと。え、なんでもう落ちたの。それやばい。かぶってる。アイクさん、あそこ無理じゃん。どうさん、かぶっちゃうから。アイクさん、かぶっちゃうから。アイクさん、落とそうとしちゃうから。やめて、やめて、シャミやめて。なんでこっち来んの。ちょっと。クミさん、クミさん、クミさん、危ない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 。同じ喋ってる、同じ喋ってる。ちょっと危ない危ない。クミさん危ない、クミさん危ない。あ、落ちちゃった。嘘。おい、今日早いよ。今日。今日。今日早い。ガッチャ。俺じゃないでしょ。なんて、うん、ガッチャ。マジか。まあ、頑張って下の方で。あー、クソダメだ。危ない。後に足場を乗って。ソラさんの足場壊した。あ、クルッと回った。クルッと回ったな、ソラさん。え、もしかしてショウさんまだ上に。あ、ショウさん。あ、どうだどうだ。マステ。どうだ、足場。ごめんね、マステンさん。バステンさんが落ちてくところ映ってた。あ、もう目の前歩かれました。これダッシュできるんですね。できます、できます。全然気づかない。あ、やべやべやべ。ちょっとだけ猶予があるから、それでそうだね、溜めてジャンプしてもいいもんね。飛び石のところとか。あ、誰もいない。もう、あ、これ無理だな。あ、翔さんが落ちてきた。落ちた、落ちた。よし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 。やばい。これこれ下手だ。これバステンさん、バステンさん苦手なんだね。あ、ダメ。え、でもバステンさん最初の時うんと粘ってたじゃん。粘ってたね、確かに。うん、いや、もうみんながやり方慣れてきたら無駄に。なるほど。あ、落ちた。やっぱ。よしよし、アイクさん、なんか落ちた。3戦目にして落ちて。なんでアイクさんを犠牲にするの。アイクさん一番最初じゃない。アイクさん落ちた。あ、クミさん最後3連続で落ちた。一番上にいたのに。うわぁ、なるほど。粘ってれば一気に逆転があるのか、このゲームは。うん、うん、でもそれにしてもちょっと回想が多いよね。3、4回想なんすか。3、4回ぐらいなんすか。なんすか。なんすか。私勝ちよと。あ、勝ったよっていうことをアピールした。あ、なるほど。おめでとう、おめでとう。勝る。イエーイ。やりよった、やりよった。リセットどうしよった。リセットさんに怒られちゃう。何しよっかな。バセさんどういう素材で作る。バセさんと丸切り違うので作るので。
うーん、いやまあ全く今考えてる最中なんで素材は決まってないです。お店がいいな。お店。お店。何作ろうかな。じゃあ今流行ってるお店にしますか。2015何流行ってる。アップルストアじゃないですか、やっぱ。あー、アップルストア。アップルウォッチ。アップルウォッチなんかすごいですね。じゃあ、うん、そうなんです。アイクさん、アイクフォン作ってさ。出た。アイクさん、お店決まったよ、ね。アイクフォンでいいじゃん。アイクフォンで。いいじゃん。アイクさん。携帯ショップ。ようなマークしてくれ。そう。アイクさん、携帯ショップ作ろう、ここに。携帯ショップ。うん、それでアイクフォンにしよう、アイクフォンに。やんだよ、いいの持って帰っちゃったな、アイクさんは。やっぱちゃっかりだな、ほんとに。さすがやね。アイクさん、ちゃっかりなんだよな。アイクフォン。流行るやろな、アイクフォン。アイクさん、よかったね。考える手も省けたよ。まあ、そうそう。なんかもうないかな。私は学校を作ります。あ、ソラさんの学校ですか。はい。これ、フェンス。どうしようかな。いい？作っても。構わないよ。ワトさんは？これあれです。学校を作った。飲食店ないから。はい。学校を作りたい。じゃあもう、携帯ショップ3社並べたらいいじゃないですか。iPhone と。ああ、iPhone と。ドコモ。ドコモ。ちょうど3社あるし。トモモ？ NTT トモモだ。NTT トモモと色的にやっぱり。ソフトバス店で。それこの動画でもなんかあの怒られますよ。大丈夫。ほらバステさん体の色白いから。大丈夫。いける。じゃあ僕ここにお父さんこ作ります。そう。決まったなこれ。ソフトバス店やべ。でもアイクフォンとソフトバス店は同じ会社なのでは。アイクフォンは今どこでも。アイクフォンはどこの会社でも今サンキャリア出てるんですか。アイクフォンの取り合いやねじゃあどっちにね。あ、私は何 KDD 組AU とかじゃなくて KDDI KUMI をかけてるっていう。あ、なるほどね。 KDDI を KUMI ってことね。あ、なるほど。クルさんもなかなか気が利くことを。携帯会社になる。なるほど。AUMI で AU じゃなくてクーミーみたいな、そういう感じですね。なるほど。KDDI と KUMI をかけていると。なるね、クミさん。じゃあクミさん、じゃあそこに AU ショップ。外注前。ソフトバンク。柔らかそう。柔らかそうやもんね。豆腐じゃないんだから。今日の豆腐モッド。繋がった。ちょごめん、みんなちょっとあの宴会のノリになってるからちょっと抑えて。NTT トモモにしよう。本当に携帯会社にするんですか。はい、携帯会社にします。ここはもう携帯ショップ作ります。競合ひしめくところだから。よくショッピングモールみたいになりますね。そう。でまたほら学校が近くにあるから学生さんターゲットにして。ああ、なるほど。すごい、ソーラさん 10×10 どころの話ではなくなりましたね。10×10を3箇所3倍になってる、いつの間にか。だって学校はそんなに小さいかな。学校ちっちゃくなったらクッパ城になっちゃうからね。よくわかんないな。じゃあ、ね、それは、ね、赤髪クラフトのね、ソーラさんがお休みの回で、あ、そう、ワトさんのあの、はいはいはい、星あん、あの桜餅ハウス、はい、あれが視聴者さんからの一番人気でした。でしょ、うん、だって美味しそうでしたもん、俺の。バステンさんのパンツハウスでしょ。パンツハウス。あ、ちょ、それ言ったら俺のセリフ挟む余地なくなっちゃうから。かったあれ、あれ面白かったもんな。そう、ひらめいた視聴者さんの、心を今わしづかみにしてまして、あれはマジっすか。ちょっとあのググって NTT ショップの外観を見ます。今私それしてる。クミさんちょっと完全にもう考えることが一緒になってる。あ、はい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 、なるほど。じゃあガラスブロックが必要なんだ。
トモさんとクミさんはショップを作るんですね。そうです。じゃあ僕はあの本当にお父さんワンコを作って顔だけスノーマンにしますね。アイクさんが店舗を構えると。バステンさんがお父さんワンコ、顔をバステンさんのにして、アイクさんがショップと。なるほど、じゃあこれ3つ並ぶわ。トモモだけ作んなくちゃ。トモモだけ。最近のマックはおしゃれやな、なんか作りが。あって？なんか黒っぽいね、お店が。高級感も出しとんかな。え、そんなマックがあるの？マクドナルド店舗で画像検索したら。へえ。そうなんだ。難しいな。足りる？どこで買える？いやどうですかね。ブロックはともかく輪郭とかが俺。作るの苦手なんですよ。まあ確かにバセさんはそんなに得意な方ではないですね。ぶっちゃけるとですね、僕建築嫌いです。いやぶっちゃけたね、言ってしまったね。今一番聞きたくないことを聞いてしまった。そうそう、よく考えたらバセさん要は穴掘りようもんね。うん、ね、そう、ずっと穴掘りよう。ホールゾン好きなんですか？そう、いや当てもなくただ掘り集めて、ただそれを収集してチェストに入れてニヤニヤしているんです。なんじゃそれ。貯蓄タイプやね、貯蓄。そう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 。おかしい。こんばんは。こんばんは。こんばんは。わかりました。まいまへんで。お疲れでーす。お疲れ。おっちゃみん。おっちゃみんどうも。おっちゃみん。おっちゃんみたいな。おっちゃんで。そう。おっちゃんではない。おっちゃんではない。うん。ちっちゃいおっちゃんがいる。何そのちっちゃいおっちゃんっていうの。おっちゃんを否定してよ。今ね、建築をね、やってますよ。うん、で、皆さんね、うん、携帯電話になりました。みんな携帯電話になった。あ、なんかハマっちゃった。あ、間違えた。携帯電話屋さんを作るんだって。三社並ぶの。名前聞いたら相当ウケるよ。その振りはさ、ワトさん、それはダメだって。ダメ？それだって。ハードル上がっちゃうだけだよ。そうそうそう。いや面白かったよ。そこで今日の思い、今日一の下りじゃないですか。なるほど。チャミン聞いてくれる携帯会社三社。はいはい。まず NTT トモモ。うんトモモ？うん。で、かわいらしい。そして、ソフトバス店。うん、そして、そのソフトバス店の隣にあるのが、これ、口頭で説明しにくいんだけど、KDDI をもじって KUMI。KUMI、はい。KDDI をもじって KUMI。クミさんですね。はい、KUMI。そして、そのソフトバス店の目玉商品が iPhone。ほらもうだから俺言いたくなかったんだよ。実証言ったじゃんもう。実証まあうんってアイコン実証違うんだよ。30分前はドカンと言ったの。ご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録をお願いします。スマートフォン、タブレットからご視聴の方は登録ボタンをタップして登録をお願いします。この動画の続きが見たいときはタイトルをタップして下にスクロール、再生リストから見ることができます。パソコンからご視聴の方は画面下のボタンから登録をお願いします。赤髪の友が料理や釣りに挑戦する実写動画チャンネルもよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバイ。